では四つ這いから始めていきます。手を前について四つ這いになった時に、肩の真下に手首、股関節の真下、膝を置いていきましょう。手の幅が肩幅、足の幅が腰幅になっているかを確認します。つま先は立てても寝かせてもどちらでも構いません。一度背中をまっすぐにフラットにしたいので、反っていたり丸まっていないか手で確認してからでいいので、自分の体のニュートラル、真ん中のバランスを確認しましょう。では軽く顎を引いて、一度鼻から吐き出します。吸いながら背中を反らしていき、お尻の尻尾の骨、尾底骨を上に上げ、そのまま視線前か上を見ていきます。吐く息では背中を丸めますが、お尻の尻尾の骨、尾底骨を下に向けつつ、おへそを覗いた時に少しお腹を収縮する感覚です。自分のペースでいいのでゆっくり続けましょう。吸いながら体を反らし、胸が広がる感覚、吐く息では丸い背中を作った後に、さらに両手でぐーっと押し上げて、肩や肩甲骨のあたりにも効かせていきます。この時の注意は、反らす動作の時に肩が詰まっていないか、肘を少し緩めてもいいので首を長くする感覚にしてみてください。では息をふーっと吐き終えたら、一度背中をもう一度フラットな状態に戻し、つま先を立てていきましょう。下を向いた犬のポーズです。膝を浮かせてお尻をぐっと持ち上げます。お尻頂点の三角を作っていく感覚です。体重が前のめりになって四つ這いのような状態になってしまってもいいので、一度足踏みを片足ずつしましょう。今伸ばしていきたいのは足の裏側、ふくらはぎや太ももの裏、そして腰や背中です。なるべく足にぐーっと体重をかけたいので、気持ち手で地面を押して、さらに斜め後ろにお尻を引きます。しんどくなったら一旦膝を下ろして、また繰り返しという形にしましょう。慣れてきたら膝を曲げてかかとを浮かせてもいいんですが、ぐっと手で押してなるべくお尻を後ろに引きます。最初に背中側の伸びてる実感があれば OK。 そこからさらにという場合は、膝裏を伸ばしていったり、かかとが地面の方に近づくようなイメージにしていきましょう。さあ、息が止まってないでしょうか。口からはーっと吐き出してもいいので、肩や首、時には揺らして力を解放していきます。足踏みを継続しながらでもいいです。さあ、動きを止めてゆっくり四つ這いに戻っていきましょう。今度は右の手、手の甲を地面の方に下ろし、優しく握ったり開いたり、反対側も同じように行きましょう。手首のリセットをします。手首から始まって肩や背中、腰の方に影響があるので、ここをほぐすことも実は、腰痛、背中の張りにもつながっていきますね。解消することにつながります。では、もう一度手のひらを
地面についた状態から手の間に右の膝を入れていきましょう。もうこの時点でしんどいという場合ここでいいんですが、さらにいければ後ろ足をまっすぐ伸ばします。膝足の甲まで。この時にどうしてもしんどい場合は膝を横側に開く形にしてしまってもいいです。今伸ばしていきたいのは後ろに引いているこの股関節鼠径部のあたり、軽く伸びている実感があればいいです。さあ、腰がもう張っていて辛いという場合は肘まで下ろしてしまいましょう。このまま肩力んでいないか少しゆらゆらとさせて、力んでいればリセット。もう少し続けられる場合はさらに少し体を右側にツイストして、右から後ろ振り返っていきましょう。体が起こせる場合は起こした状態で右から後ろ振り返ります。普段なかなか作りにくいねじりの動きを入れていくことで、後ろに引いている足の股関節からお腹の奥であったり体側側にも刺激を伝えていきます。立つのポーズ。さあ、同じようにゆらゆらとしながら、こわばり緊張があれば力んでぎゅーっとしたり呼吸が止まるということがないようにしてみてください。ではゆっくり体をまた正面に戻していきます。次は前の足、かかとを内側から外していきます。後ろ足きつい場合曲げたままでもちろんいいですし、この内側からかかとを外すということが難しいという場合はお尻の下に置いたまま、あるいはこの右のお尻の下にクッション、座布団のようなものを挟み込むと楽になるので、ぜひそれも試してみましょう。ではこの状態から鼻から息を吸って、吐きながら前に倒れます。後ろ足が伸ばせる方は膝足の甲を地面のままで、体を倒していくというポジションに入りましょう。眠った鳩のポーズ。今伸ばしていきたいところは今度は前側のお尻や太もものあたりになります。内もものあたりも少し伸びている感覚があるかもしれません。自分の体に合わせて今ちょうどいいところを探したいんですが、もう少し伸びを感じたいと思えてきたら、前の足のかかとを前に少し押し出したり、体を揺らして心地よく伸びるポジションを探っていきましょう。体重が右側にかかりすぎてると思ったら真ん中に下ろすというふうにしてみます。この眠った鳩のポーズで太ももやお尻周りの緊張を解いていくことで股関節の動きが良くなっていきます。このあたりの筋肉が緊張して股関節の動きが制限されることにより腰痛になる方がとても多くいらっしゃるので、まずは足回り、股関節周りの柔軟性を上げていくことで腰痛の改善につながっていきます。ではあと一呼吸が終わったら、両手を自分の肩の下まで引き寄せて、手で地面をグッと押して膝を一歩後ろに引きましょう。で、足が開いていた方ももう一度四つ這いの姿勢に戻っていきます。次は左の膝を前に差し込んでいきましょう。片足の正座の状態。
後ろ足がしんどいと思ったら膝を横に出していただいて構いません。さあ、この状態で腰が突っ張ってきたら少し前かがみ気味で行っていきます。もう少しいければ吸って吐きながら左から後ろ振り返りましょう。手を横に歩かせて後ろを振り返る形でもいいです。同じように体を揺らしたり、肩周り力んでいないか確認、辛くなったら肘まで地面についてそのまま呼吸をします。もう一呼吸くらいしましょうか。そして体をまた前に戻します。今度は前足のかかとを内側から外していきましょう。体重が左側に偏っていたらもう一度センターに置き直して、鼻から吸って吐きながら前に向かって倒れます。もう少し伸びを感じたいときは、かかとを少し前に押し出しつつ、太ももお尻の伸び。そして、後ろに引いている足、曲げたままでもいいですが、伸ばせるようであれば、お尻の下にクッションや、座布団を引いて、挟み込みながらだと、後ろ足が伸ばせるという方もいらっしゃると思うので、それでもいいかと思います。呼吸を止めずに、自分の体重をだいたい左右均等に下ろして、吸って吐く息で体の力が抜けやすいので、肩や首の後ろ、そしてもし目を閉じていたら目の奥の緊張もわーっと楽になる感覚です。ではあと一息ほど。吐いたところで両手を自分の方に寄せて、ぐっと手で膝後ろに引いていきましょう。四つ這いの姿勢からゆっくりお尻をかかとの方に下ろしていきましょう。では正座の姿勢かあぐら、好きな方でいいので優しいツイストをしていきます。右手は後ろ、左手は斜めにしましょう。背筋をスーッと伸ばすようにして息を吸って、吐きながら右回りに後ろ見ていきます。いつでも肩はリラックスしつつ、自分の骨盤から背骨、頭のラインが一直線になるイメージを持ちながらねじっていきましょう。ねじるポーズでは背骨一つ一つは椎体になっているんですけれども、その椎体の間にスペースを空けるように上に伸びながらという意識でねじることで、体の体幹部インナーマッスルの働きを強めつつ、無意識の時に背骨がギュッと潰れないような状態を保ちやすい体が作れていきます。じゃあ吸いながら体センター、はぁ、一息、軽く背を伸ばして、もう一度左手後ろ、右手は斜めにして、吸って伸び、吐きながらひねりましょう。もう一度、骨盤、背骨、そして頭、頭蓋骨のラインがまっすぐになるイメージを持ち、吸う息ごとに上に伸びる背骨、吐く息は少し力を楽にして、余分な肩周り、緊張があれば
ふわっと外していきます。では吸いながら体をセンターにして、はあ、一息です。一息伸びましょう。両手絡めて吸って上、体をスーッと伸ばし、優しく揺れてリセット。さあ、では解放していきましょう。腰痛改善のストレッチの動作を紹介しました。少しでも体のセルフケアのお役に立てると嬉しく思います。これからも皆さんの役に立つような動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録、そして通知ボタンをオンにしておいていただけると、この動画がアップされた時にお知らせが届きます。またコメントもいつも皆さんからのメッセージありがたくすべて見ています。本当にありがとうございます。その声によってまた新しい動画を作成していきますので、残しておいていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。